飯田浩二は日本放送 CP 局アナウンス室所属のアナウンサー。神奈川県横須賀市出身、生誕は東京都大田区西関電。幼少期は横浜市ほどが役に居住し、小学校に上がる前に父方の祖父母が居住していた出身地の横須賀に転居し、大学卒業まで居住した。大矢部小学校在校中の小学6年時。 放送委員会に所属し、ちょうどその頃テレビの競馬中継を見ていたことで、実況のかっこよさを知ったことから、運動会でのアナウンスにて、都競走で競馬中継帳で実況をしたところ、不敬打に受けるなど周りの評価を得たことで、喋りでこんなに盛り上がってもらえて面白いと思って、アナウンサーになることを目指す。神奈川県立大井浜高等学校、横浜国立大学経営学部、 国際経営学科に入学。学生時代はイベントサークルに所属し、大学祭実行委員会にて活動していた。また、アルバイトは実家の近所に所在するセブンイレブンの深夜シフト担当や塾講師として、世界史の講師を担当、アナウンススクールとして、ラジオ日系のレースアナウンサー養成講座に通っていた。大学3年の秋から、 アナウンサー専門職での就職活動を行っていたため民放キー局から始まり、準キー局、機関局、岡山の放送局を受験し、その中で内定を得た日本放送に卒業後の2004年4月に入社。同期社員は編成局ディレクターの長浜淳。また、大学の先輩に2001年に入社した元同局、フジテレビアナウンサーで、現、 富士テレビ報道局企画取材部総務省担当記者の富田のり後輩で部下にもあたる2020年の新人アナウンサーである内田裕樹がいる。当時、有楽町の現本社が建て替えプロジェクト中で港区台場の FCG ビルに入居していたこともあり、同年5月13日から6月18日まで FNS 新人アナウンサー研修を受講していた。 研修同期は、フジテレビアナウンサーの倉田大重、アナウンサー兼報道局社会部記者の斉藤舞子、現、フリーアナウンサータレントの高橋真麻で、チューターは、高坂達沖、軽部新一、笠井慎介であった。研修以後、同局開局記念日に初泣きをさせる監修に習い、同年7月15日に放送された、日本放送開局記念日、スペシャル笑顔が一番。 あなたと一緒に50年の楽曲リクエスト受付センターリポーターとして初泣きした。旧制作部配属だったためバラエティ番組の担当となり、主に番組アシスタントや街角中継リポーターを入社後から長く務めていた。しかし、後日の報道番組を担当することで業界内外含め在外日本人を含めた全国リスナーの支持を得ることとなり、 2021年3月5日に行われた同局が主催しているジャパンポッドキャストアワーズ r s 2022で同業他局で制作されている番組ばかりが審査員ノミネート作品に選出され同局関連のポッドキャスト番組が残らなかった中で飯田個人で発信しているポッドキャスト番組がリスナーズチョイスで7位に選出された 2021年4月人事にて同局 CP 局アナウンス室担当副部長に昇進。プライベートでは2011年6月14日に担当番組だった小倉智明のラジオサーキットの中継コーナーにて知り合った二歳年上の一般人女性と交際を経て結婚。この式の司会を務めたのがラジオサーキットのメインパーソナリティでもある小倉智明であり、 そのことについて言及することがある。その後、2015年2月19日放送のザボイスの番組放送中、共演者である青山茂春にばらされる形で、同年2月16日に男児を授かったことを番組内で報告した。テレビインターネット動画配信ラジオ JC パックにパネリストとして出席。他多数、ありがとうございます。